どうも、コーズです。高島ファームさんのいちごもち豚串焼きですね。水の都新潟をこう想起させる、まあ、この環境だよね。どうも、コーズです。今回ですけども、8月12日、本日は、振り替え休日ですか、殿下ビッグスワンスタジアムに来ております。もういきなりビッグスワン始まりという、今日はね、アルビレックス新潟ベース京都サンガの試合を、新潟まで見に来ました。はい、いいですね、ビッグスワン。まだね、めちゃめちゃ早いのよ。そう、まだまだキックオフまで時間があるので、今日はもうたっぷりとそのなんだ試合前堪能して、いろいろお届けできればなと。マスターグルももちろんね、エチゴもち豚も食べたいし、なんかそれ以外もね、何かもういつも俺エチゴもち豚しか食わないからさ、もうそれ以外も何かちょっと紹介できればなというふうに思います。まああとはね、その昨日湘南とかなんかその辺が勝っちゃってね、京都が今18位、新潟16位みたいな、で京都と新潟の勝ち点差がわずか1みたいな、これ負けたら新潟降格圏あるんで危ないんで、そうちょっとね、あのそこら辺も含めて今日は絶対に勝たなきゃいけないと、負けられないじゃなくて勝たなきゃいけない試合になったんで、うん、ちょっとそこも含めて重要な試合ですよと。うん、とりあえず、まあ、ちょっといろいろスタジアム回ってみたいと思います。普通に結構人いるわ、すごい。ということでまだね、めちゃめちゃ早いので、もち豚が空いてるということで、もち豚買いましょう。ね、これ大事、もち豚並びなしは熱いぞ。うん、これがね、新潟で一番おすすめの探ること、高島ファームさんのいちごもち豚串焼きですね。味がね、塩コショウ、ガーリック、黒コショウ、チーズってあるんですけれども、まあどれか1本だったら僕のおすすめ多分黒コショウかな。ちょっとまろやかなのが欲しかったらチーズ、がっつりだったらガーリック、もうちょっとなんだマイルドっぽいのだったら塩コショウかな。でも俺ちょっとがっつりちょいみたいなのが好きなんで黒コショウかな。よし、行きましょう。ビールいいね、風味爽快にしてです。これがね一番美味しいんだから。これ一応黒胡椒味ね、いちごもち豚の串焼き。いやー、うまかった、めちゃめちゃうまかった、おすすめです。こっちにはね、村上牛があって、中之島和牛串っていうのもありますね。でこっちはケバブ屋さんがあって、塩レモンダレ長いタン串あります。でこっちはちゃんとテント式になってて、生ビールとか牛串豚串ありますね。ここはね、フライドポテト専門店ありますね。これレディースでもなんか出てたな確か。あ、ここビストロ椿さんだ。あ、俺ちょっとね、この村上牛のハンバーガーちょっと気になってたんだよな。これちょっと行ってみようかな。番号札もらった、バーガー頼みました。ちょっとね気になってたのよ、ビストロトバキさん。ユニフォーム着用のお客様限定ドリンクサービス、へえすごい。そう、村上級バーガー楽しみですね。買いました。ちょっとこれバーガー食べようね。これすごいすごい、中身こんな感じっすね。ちょっと持ってみよう。こんな感じ、村上牛バーガー、美味しそうじゃんね。え、初めて買いました。多分俺もち豚以外で多分紹介するの初めてじゃない、多分新潟のスタグルで。ちょっと食べてみよう。これさ、多分ちょっと見えてますけど、この
パンがちゃんとこんがり焼けてて、でちゃんとそのバーガーのそのパティの肉肉しさもあって美味しいかも。で中身は牛肉のパティの上がチーズで下がトマトとレタスか。非常にオーソドックスですけど、まあ王道オブ王道、それが一番うまいまである。うん、美味しい美味しい。あ、美味しいわ。あ、これ結構おすすめかも。ぜひね、ちょっと試してみてください。気になる方。バーガーだからさ、結構その食べやすいっすね。うん。だって今さ、俺カメラ右手に持ちながら左手でさバーガー持ってこれで食べれてんだから、やっぱその食べやすさ大事だよね、スタグル的にも。うん、美味しい美味しい。はいはい。他見ていくと、こっちはなんだ、タコライスとか売ってんのか。で、こっちは、あ、バインミー、バインミーとかだね、ベトナム系。こっちは何、レモン香るガーリックシュリンプ。レモン香るトムヤムリャンメン、両麺。すごいね。台湾パイのカレーサンドありますね。で、こっちは牛肉たっぷりプルコギトルティーヤ。すごいね、なんかいっぱい出てんな。もう知らなかったわ、こんなに出てるなんて。おしゃれだしな、しかも。で、そしてここ一番屋さんね、おなじみですけど、雪室ビットコロッケカレー。こちらが名物らしいです。新潟のスタジアム何がいいってさ、このカナール広場や、やっぱこの 水の都新潟をこう想起させる、まあ、この環境だよね。すごくいいよね。はいはいはい。このこっちの先ではイベントが行われたりしますね。はい。というわけでこっち側のスタグルも見ていきましょう。すげえ、サーターアンダギー売ってるわ。すごいね。赤城和牛牛丼。あ、群馬だ。群馬ゼルコバキッチン。すごい。で、こちらはメガ盛りステーキ丼。あ、いいですね。メガ盛りステーキ丼もありだね。はい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 。ポテト、スーパークリスピーポテト。あ、フランクフルト。あ、いいですね。はい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 。ホロホロチキンカレーもあります。はいはいはい。ローストポークステーキ。ローストポークステーキ丼。あ、これもいいですね。山形県産桃子、新潟県産コシヒカリ使用。へえ。ちゃんとちゃんとあれですね、ドコモの基地局来てますね。電波悪いからやっぱり来てますね。そして会津分割バーガー、連割バーガー、会津連割バーガー。ソース口カツ、もうカツにもうフィーチャーしてるな。はい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 。釜焼きピッツァ、いいじゃん。釜焼きピッツァ、マルゲリータ、照り焼きチキン。いいなぁ。はいはいはい。そしてなんかブラジルっぽい、ブラジル国旗がある。シュラスコかな。そしてそしてこちらでは、まあ、縁日的なのをやってますね。アルビ君チャレンジ。はいはいはい。楽しいね。アルビフィッシング、スーパーボールすくい。あ、すごい。もうお子様がもう大活躍。アヒルすくい。あ、すごいすごい。もう今こんな感じで歩ってますけど、たくさん早速お声掛けいただきましてありがたい限りですわ。本当ね、普段から見ていただいてる視聴者の皆さんに本当僕は支えられてますよ。今日からこのキラステッカー、待って、このキラキラステッカー配ってますんで、ぜひぜひ。川澄選手、あ、すごい、あ、すごい、すごい。すごい、すごい。イエーイ。あらす、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 あらす。いつも朝見てます。あらす、引き続きよろしく。今日も見ました。嬉しい、ありがとうございます。また会いに来ますのかと。ぜひ。ここがいなんで。あ、本当に。あ、じゃあ二人。すいません。はい、あらす。あどす、あどす、嬉しい。あ、これもうラストロットよ、これ。会えないかと思った、危なかった。あどす。あ、ありがとうございます。ありがとうございます、嬉しい。嬉しいです。これもうね、残りこれだけだったからラッキー、危なかった。あどす、あどす、勝ちましょう。本当勝たなきゃやばいよ今日。いや、もう岩田勝っちゃったからね。岩田勝って湘南勝ってるから。
っちゃ嫌だ。おーす、いつも見てます。嬉しい。おーす、はい、ありがとうございます。おーす、頑張ってください。おーす、若い。ありがとうございます。すいません、勝利を願って。うぃー、死んじゃったけど。ます。入場ゲートでは手荷物検査があります。中が確認しやすいよう手荷物は事前に口を開けてください。言った通りじゃん。
ね、ズルズルズルって言ったんじゃない、うん、ズルって言った。もう私谷口しか見てなかった。コーダさんが言ったからでしょ。谷口だけ追ってたでしょ。その通りに谷口が動いた。はい、というわけで、試合終わりまして 2-0 ということで、まあ、ウィナーの予想も当たりましてですね、まあ、今日は、まあ、バッチリ完勝と、無失点、クリーンシート、まあ、これが何よりやっぱりいいっすよね。もう作戦としてやっぱり岩田戦の教訓をだいぶ、踏まえて、もうフルスロットルでいったら後半失速するよねが見えてたんで、まあ、その分前半ね、ちょっと抑えめに行って京都のプレスいなして、なんなら京都の体力温存さし、あの使わせての、後半フルスロットルで、で、まあ、鈴木もね、多分完全な出来ではない中でもめちゃめちゃよくやってたと思います。はい、やっぱ小野と鈴木を交互に使うっていうのは多分もともと考えてた黄金策だと思うんですけど、まあ、それをようやくこの試合で、まあ、解禁したのかなという風な感じですね。いや、めちゃめちゃ良かった。いや、こっから、あと、試合後の生配信して、感想戦してって感じですね。いや、良かった。いや、来て良かった。マジで最近ちょっと勝ち試合結構多めに見れてるのはでかいですね。はい、という感じで、あのステッカーもね、 おかげさまで結構500枚ぐらい配りまして、いや、初っすね、こんなにたくさんの視聴者さんとお会いできたのは。前回もね、300枚ぐらいね、新潟来た時配ったんですけど、それを超えましたね。今日2万7000人ぐらい来たっていうことで、まあ、それもあってかあれですけど、まあ、こういう盤石な勝ち試合をしてたら、まあ、どんどんお客さんもね、見に来ると思いますし、ね、いや、この6ポイントマッチ勝ち切ったのはでかいね。もうこれ負けてたら残留争いに、もう片足どころじゃなくて両足突っ込んでましたから、まあ、それ考えても、まあ、めちゃめちゃでかい勝ちだったかなというふうに思います。